こんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回はヘアアレンジの失敗あるあるとその解決方法について紹介していきます。せっかくヘアアレンジしたのになんか思ってるのと違う、動画みたいに可愛くしたいのになかなかできない、これあるあるですよね。そこで今回はヘアアレンジで失敗しがちな例を踏まえながら正しいヘアアレンジのやり方の説明もしていきますので、ヘアアレンジが苦手な方だったりうまくできずに悩んでいる方、最後まで必見です。それでは早速説明していきます。今の私の髪の毛はブラッシングが終えていて、髪の毛は巻かずにオイルがついている状態です。ヘアアレンジをするときは必ずブラッシングとスタイリング剤をつけるっていうところは必ずやってください。そしたらまずはアレンジの定番、ポニーテールをアレンジするときの NG 例から作って紹介していこうと思います。まず一つ目は遅れ毛の失敗例からやっていきます。はい、こんな感じです。どうですか、この右側はちょっと遅れ毛がダラーンとしていて見栄えが悪いし、遅れ毛って小顔効果があるはずなのにちょっとボサボサになっちゃって印象も悪いし、あんまり小顔効果っていう効果は見られないかなと思います。こっち側に関しては遅れ毛がない状態、本当に顔周りの短い髪の毛がある状態で、このパカーンと割れたおはげちゃん部分が目立ってしまい、すごく可愛いとはちょっと言えないですよね。じゃあどうすればいいのってところなんですが、今から成功例を作って説明していきます。まずは髪の毛を一つに束ねて片手で毛束を持ちます。で、遅れ毛を出す時なんですけど、ゴムで結ぶ前にこう手で持っている状態、この状態で遅れ毛を出すようにしてください。ゴムを結んでから遅れ毛出そうとすると、たくさん引っ張り出してしまった時にまた戻すためにゴムで結び直さないといけなくなったりとか、調節がすごくしづらいので、必ずもう片手でゴムで結ぶ前にいつでも調整が引けるように手で持つだけにしておいてください。で、遅れ毛はまず顔周りですね、顔周りで、次にこのこめかみ、そして最後にもみあげで、この遅れ毛は出しすぎてしまうとやぼったく見えてしまうし、出しすぎないのもなんかちょっとファヤファヤファヤってしちゃってあんまり小顔効果も得られないので、バランスがすごく大切です。この顔周り、こめかみ、もみあげ、この3点の遅れ毛を出してあげると全体のバランスがいいし一番小顔効果があります。では出していきますね。まず顔周りから、さっきは前髪のこの横の部分しか出してなかったので、より一層おはげちゃんに見られやすくなってましたね。なので大体前髪の長い部分から指1本分ぐらいのところに顔周りの髪の毛を下ろしていきます。はい、こんな感じです。はい、で次がもみあげ部分、この三角ゾーンですね、この部分からチロッと出します。で、前から見るとこれでももちろん可愛いんですが、こう横向いた時にまだこの間がぱっくり開いちゃってますよね。なのでここを埋めるために次はこめかみの遅れ毛、こんな感じです。もう指でクッと引っ掛けて出すようなイメージです。ちょっとこう肌が透けるぐらいが可愛いかなと思います。反対もやっていきますよ。まずは顔周り、このサイドのちょっと長い前髪からだいたい指1本分ぐらいのところの髪の毛ともみあげを出して、この間のこめかみも出します。ほら、今こうやって出した時にここふわーってなるじゃないですか。なのでこれをすぐ直すためにもゴムで結んでおかないっていうのがすごく大事なんです。はい、これで結んで、はい、せっかくなんでちょっと巻いていきましょう。私はこめかみともみあげのところは一気に S 字に巻いちゃって、顔周りは後ろに何かあるくらい、これぐらいがおすすめです。あ、どうですか、めっちゃ可愛い。はい、こうするとおはげちゃんも隠せるし小顔効果もあるし完璧です。この顔周り3点は必須かなと思います。遅れ毛が長くて出すとすごいボサボサになっちゃうって方は担当の美容師さんに相談して、この遅れ毛出す用のカットをしてもらうといいかなと思います。はい、そしたらもう遅れ毛のポイントはクリアですね。そしたら次はもう一つのローポニーの失敗あるあるがほぐしですね。このほぐしの時の失敗あるあるとしては、毛束を太く取りすぎちゃってボヨーンってなってしまうとか、逆に全然毛束が取れてなくて本当に表面がパヤパヤしたように見えちゃうっていうところですね。ではまずこれも NG 例から作っていきます。はい、こんな感じでどうですか。こっちは太く取りすぎてしまったパターンと、こっちが細かく取りすぎてなんかパヤパヤしちゃったパターンです。前から見るとこんな感じ、こっちが太く束を取りすぎてしまった方で、こっちが細かすぎてパヤパヤになっちゃった方、どっちもなんかダラーンとしててまとまりのない、締まりがないというか、はっきりしないアレンジになってしまいましたよね。で、このほぐしのポイントとしては、いつも私動画の中で髪の毛 2,3 本つまむイメージで引き出してくださいって言ってると思うんですが、本当に髪の毛 2,3 本だけに厳選して引っ張っちゃうとこういう風になります。もうあくまで気持ちですね。 2,3 本を引き出すっていう気持ちでほぐすと、だいたい本当に10本15本ぐらい
つまめるので、本当に 2,3 本厳選して引っ張るんじゃなくって 2,3 本の気持ちでやるようにしてください。もう爪と爪で細かい毛束をこう引っ掛けて、なんかクレーンゲームみたいな感じ、ビヨーンってほぐしていく感じですね。ではこれも成功例を作っていきますね。はい、ではやっていきます。まずはこのゴムのすぐ周りの部分ですね、ゴムから指3本分ぐらいの幅のところをほぐしていきます。イメージとしては爪と爪で細かい毛束を 2,3 本引き出すように、毛束を引っ掛けたら上にそのまま 2,3 センチ引き出していく感じです。こんな感じ。これをだいたいゴム周りは指1本分の間隔でほぐしていきます。でほぐすときは反対の手でゴムの部分を支えながら、指1本開けたところをまた 2,3 センチ引き出す、また指1本分開けたところを 2,3 センチ引き出す。ゴムに対して扇状になるようにほぐしていってください。反対も一緒、 2,3 センチ引き上げる、指1本開けたところを 2,3 センチ引き上げる。でそのままぐるっと下まで行っていってください。この下を忘れちゃうと、結局横から見た時に上はふんわりしているのに下がキュッと締まっちゃってバランスが悪くなってしまうので、必ず一周はしてください。はい、これで1段目がまず完成ですね。はい、そしたら次はこの今のゴム周りの1個上の部分ですね、この部分、上の部分をほぐしていきます。でほぐす位置としては、この今最初にほぐしたところの間の部分を緩めていくイメージですね。ちょっとそれが分かりにくいよっていう方は、真ん中を中心にだいたい次は指2本分の間隔で同じように進めていくとバランスがいいかなと思います。この表面の部分もほぐしてあげると、頭の形もカバーできてすごく綺麗なシルエットになります。私とかもすごく絶壁なんですけど、このほぐしするだけで全然変わります。はい、では表面の部分もやっていきます。まずは間の部分を確認しながら、わからない方は指2本分の間隔で進んでいくとバランスがいいかなと思います。これも同じように扇状に進んでいってくださいね。はい、こんな感じです。でこのほぐしの何が可愛いかっていうと、やっぱり表面のベースがありつつ細かい毛が飛び出しているっていうメリハリがあるのがすごく可愛いですよね。これだとあえてほぐしているって感じでボサボサには見えないかなと思います。頭のね、形もすごく綺麗です。はい、これで後ろの部分はほぐせたので、次は前から見た時はまだ横の部分がペターンとしてますよね。これだともったいないので、あとちょっと加えていきましょう。まずは耳のすぐ上から毛束を1本引っ張ります。こんな感じ、ちょっとこう後ろが透けて見えるというか、だいたい2センチぐらいかな、引き出して離す。ほら、空洞があるでしょ、これが正解です。これができたら次、指また2本開けて同じようにほぐします。はい、こんな感じ、次また2本開けて3本目ほぐして離す。次最後また2本開けて4本目、もう頭頂部ぐらいですかね、この部分ほぐします。はい、こんな感じで今4箇所ほぐしました。これだけでもやっぱり印象って違いますよね。こっちペターンとした感じで、こっちがちょっとふわっとした感じ。反対もやっていきます。耳上から毛束ほぐして、2本開けたところをほぐして、2本開けたところほぐして、最後は頭頂部。はい、こんな感じです。これだけでももちろん可愛いんですが、もうちょっとルーズ感が欲しいなって思った時は、この耳上の髪の毛をちょっと指で出してもらって、耳3分の1ぐらいを隠してあげると、よりルーズ感が出て無造作な感じがすごく可愛いかなと思います。ここはお好みでやっていってください。で、あとポイントとしては、この耳上の部分だったり耳を隠す部分のところがちょっと大きめに引き出してあげると、よりバランスが綺麗に見えます。そして行動効果もあります。よく私言ってると思うんですけど、髪型のバランスでいい形っていうのがひし形なんですよね。なので、こうやってこの横のひし形の一番尖ったところをちょっと多めに引き出してあげると、よりひし形に近づくんですね。よって小顔効果が生まれるってことです。はい、こんな感じでほぐしを加えたローポニー完成いたしました。どうですか、最初と全然違いますよね。まあ、ただ今ほぐしの紹介をしていったんですけど、タイトなアレンジが好きっていう方もたくさんいると思うので、そういう場合はもちろんほぐさなくても大丈夫です。なので、ピシってやるときにちょっと小顔効果欲しいなって思ったときは、まあ後ろはタイトだけど遅れ毛ちゃんだけちょっと出してあげたりとか、そういう工夫をしてもらえると小顔効果が狙えていいんじゃないかなと思います。もし今までポニーテールのアレンジなかなかうまくいかなかったって方いたら、今日紹介した遅れ毛だったりほぐしのやり方意識してやってみてください。はい、そしたら次はお団子の失敗あるあるを紹介していきます。お団子アレンジの時に失敗してしまうっていうところが、お団子が崩れちゃうってところですよね。アレンジしたその時は大丈夫なんですけど、時間が経つにつれてだんだんとお団子が変形してきちゃったり、毛先がぴょんぴょん跳ねちゃったり、
そういった方はまずこのお団子を作る際のローポニーですね、このポニーが緩いっていう可能性があります。こんな感じで最初からこうポタポタと緩いと、この緩んでるところからだんだんファヤ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 って崩れちゃいます。なのでこのベースとなる土台はしっかり結ぶ。今回はちょっとお団子メインにやっていきたいので、遅れ毛は顔周りだけにしておきます。はい、こんな感じでもうしっかり結んでいく。もう最後の最後までもうほんとちょうどぴったり終わるぐらいのところまで、ゴムが切れないギリギリまでしっかり結んでいく。そして毛先を半分に割ってギューッと締めてあげる。これ大事です。そうすることでもう本当にしっかりしたベースを作ることができます。でお団子の時にもう一個ある失敗あるあるっていうのが、ゴムだけで作るお団子ってありますよね。ピン使わないでやるやつ、あれでゴムでお団子止めるんだけど、お団子がもうダランと垂れてきちゃう、なんか縦長にビヨーンって伸びちゃう。これもあるあるですよね。これはなんでゴムでちゃんとお団子を止めているつもりなのに崩れてきちゃうのかっていうと、お団子を作った時にこう止める時に根元の部分しか挟んでないからなんですね。お団子の側面じゃなくて元々ある根の部分のところにしかゴムが挟めていない。ちゃんとお団子の側面も一緒に止めつつ、一緒に根元も止めてあげるとゴムだけでもしっかり止まってくれます。根元だけ止めるとどうしても緩んできちゃうので、ちょっと一回失敗例お見せします。お団子を作った時にゴムを最初からも根元の方に入れちゃって、結局ここしか止まってないからこの辺がビヨーンと垂れてきちゃう。これがあるあるだと思うんですね。はい、では成功例やっていきます。まずはくるくるねじりながらお団子を作っていきます。で毛先は中に中に入れ込んで、ちょっとお団子をぺちゃんと潰します。この状態でお団子の側面を絡めながら、まず1回目は側面にゴムが絡んでる状態、その次の1周で根元のところに止まるように入れ込む。はい、こんな感じ。そしたら結構しっかりお団子止まってくれます。で私よりも髪の毛が長い方とか髪の毛の量が多い方で、ゴム1個だとすぐゴムが切れちゃうってなる方もいると思うんですけど、そういう方はこういうプラスチックのゴムだったら2つ重ねて使ってもらうのも OK ですし、プラスチックじゃない普通のゴムで結ぶっていうのもおすすめです。普通のゴムでも太いのと中くらいのと細いのっていうのがあるので、ぜひ使ってみてください。もちろんゴムが違ってもやり方は同じです。しっかり側面を絡めてから根元に留めに行くっていう感じですね。ここまで大丈夫でしょうか。そしたらもう一個お団子を作るコツを紹介します。ちょっとこちらプチ情報になるんですけど、それは髪の毛を結構くるくるに巻いてからお団子を作るっていうことですね。今みたいにプチッとしたお団子ももちろん可愛いんですけど、ベースで髪の毛をふわふわに巻いてあげることによってお団子をより可愛く作ることができます。で仮にお団子がちょっと崩れちゃったりとか毛先がピョンって出てきちゃったりしても、ベースで髪の毛が巻いてあるとそれがいい味になって可愛く見えたりとか、多少崩れるっていうのを逆に可愛く見せれちゃうっていうのがベースをくるくるに巻いてあるとできることです。やっぱりこうやってまっすぐな状態で作るとどうしてもちょっとほぐれちゃったところが目立ってしまったりするんですけど、元々のベースでふわふわに巻いてあげるとほぐれたところがあえて可愛いです。でどうしても時間がないけどちょっとでもやりやすくしたいという方は、毛先を結構しっかりめにワンカールだけでも全然違います。ワンカールしてあげることによってお団子にした時にくるんと絡まりやすくなるので、ピョンピョンって出てくる髪の毛も少なくなりますし、お団子が止めやすくなります。時間に余裕のある方はぜひ巻いてからお団子を作ることをおすすめします。はい、そしたら次はハーフアップのアレンジについて紹介していきます。ハーフアップで失敗しがちなのが、ピシッとしたラインが見えてしまって全体的なバランスがちょっとおかしくなっちゃうというところですね。ではまずあるあるな失敗例からやっていきます。まずは髪の毛をまっすぐ取ったら、取った線の上で髪の毛を結んでしまうことによって、じゃん、こんな風にちょっとかっくり分け目が見えてしまったりとか、このバランス的にもちょっと侍っぽい感じになっちゃってますよね。前から見たら普通にハーフアップで可愛いと思うんですけど、こう横向いた時に侍になってるとちょっと残念ですよね。なのでハーフアップを作る時は、この耳のちょっと上からこめかみぐらいですね、ちょっとこの耳周りの髪の毛残すぐらいな感じで、こめかみの部分から斜め下、だいたい耳の真ん中ぐらいに到達するように斜め下に分け取ります。でそしたら到達した部分で結んでいく。上で結ぶとパクリ分け目が出てきちゃうので、斜め下に降りた部分でハーフアップを止めていきます。はい、こんな感じです。もうこれだけでもさっきと全然印象が違いますよね。パクリ分け目も見えないし、ゆるっとした印象に見えます。前から見てももちろん可愛いですね。
でもう一個あります。もっとパックリ分け目を見せないようにするために、今と同じような道筋では行くんですが、これをギザギザに進んでいく。そうすると分け目こんな風になってます。こうやってやってあげると、よりパックリ分け目が意識せずも目立ちにくく作れるかなと思います。このギザギザ斜め分け取りが一番成功しやすいです。はい、こんな感じで分け取り方とバランス的にはもうバッチリです。でもう一つハーフアップであるあるなのが、この下ろしたところの髪の毛がボサーってなっているっていうところですね。やっぱりハーフアップって、この降りているところの髪の毛の印象もとっても大切になってくるので、寝癖がついてしまっている方だったらストレートアイロンでまっすぐ伸ばしたりとか、逆にゆるっと巻いてみたりとか、あとは毛先がちょっとパサついちゃってるなって思った方は、ヘアオイルを毛先にも改めてなじませて見える部分を綺麗にしていきましょう。でもちろんこうやってちょっとピシッとしたタイトな感じのハーフアップも可愛いんですが、ちょっとこれほぐしやっていきましょう。さっきと同じ要領です。まずはゴム周りをだいたい指1本分ぐらいの間隔でほぐしていく。ハーフアップの時は下ほぐさなくて大丈夫です。でまたすぐ上の部分も、今度は指2本分開けたぐらいのところですね。はい、後ろはこんな感じで、あとは前から見た時も可愛いように横の部分も軽くほぐします。あんまりふわふわにほぐしちゃうと頭のこの上だけすごいボリュームになっちゃうので、ちょっとハーフアップの時は全体のバランスを見ながらほぐしていくといいかなと思います。もう本当にこれでちょっとアクセサリーつけるだけでも全然印象変わりませんか。こんな感じ、前から見てもちゃんと可愛いですね。はい、こんな感じで今紹介したやり方でやっていけば、必ず可愛いハーフアップを作ることができるかなと思います。ぜひ試してみてください。はい、そしたら次はクルリンパの説明をしていきます。はい、ではまず早速作っていきたいと思います。真ん中で割ってクルリンパと。はい、皆さんこのクルリンパ見てどうですか。なんか真ん中がすごい割れてて、バランス的にもあんまり可愛くないですよね。せっかくなんか可愛くクルリンパしたつもりなのに、なんかちょっと違和感ありません？なんでかっていうと、まず1個目、この結んでいるゴムですね、太い。クルリンパを作るときはこういったシリコンゴムを使う方が目立ちにくくて、自然に馴染んでめちゃめちゃ可愛くなります。この太い方のゴムだとクルリンパしてギュッてした時にもう丸見えでしたよね。これもクルリンパが可愛く見えなくなってしまう原因の一つではあります。このシリコンゴムだとクルリンパしても目立ちにくくて、ギュッてやっちゃうともう中にヒュッと入り込んでくれて見えなくなっちゃうので本当におすすめです。でクルリンパの真ん中がパカーンって割れてしまってたと思うんですが、それもやり方で解決できるので一緒にやりながらお伝えしていきますね。はい、まずは髪の毛を一つに結んでいきます。はい、でさっき私真ん中で真ん中でって思いながらやったので、指をこう通しながら真ん中ってやったんですけど、もうそれはしなくて大丈夫です。で今回は真ん中をパックリ開けるっていうよりかは斜め45度に穴を開けていきます。なのでそれも一緒で、こう斜め45度に指をくぐらせてってやるんじゃなくって、ゴムのすぐそばでもう斜め45度穴を決めます。真ん中でやるときも真ん中でじゃなくて、もうゴムのすぐ上で真ん中の穴を開けるっていう感じですね。あんまりこの地肌は触らない。で今回は斜め45度に割った方がよりパックリ割れを減らすことができるので、45度の角度で穴を開けていきます。でこの穴を開けるときも大きすぎないで、ギリギリ限界のところで調節してください。指2本入れば大体大丈夫です。この状態で斜め45度にくるりんぱします。で今毛先が左に出ていると思うんですが、この髪の毛を締めながらまっすぐ下に持ってきます。はい、そうするとどうですか。もうさっきみたいにパックリは割れてないし、なんかクルリンパだけ浮いてしまってるってこともないですよね。自然に馴染んでる。ゴムもギューッとしたことによって中に入り込んでくれてるので目立ちません。もうベースはこれで完璧なので、あとはほぐしを加えます。まずはこのクルリンパの部分からほぐしていきます。クルリンパの部分軽くほぐせたら、あとはさっきと一緒、まずはゴム周りを指1本分でほぐしていく。 2,3 センチ引き上げる感じですね。で次表面は指2本分の間隔でほぐしを加えていきます。もうこれするだけで本当にすっごい可愛くないですか。あとは横の部分も一緒、4箇所ですね。耳上から1、2、3、4箇所、ルーズにしたかったら耳上をかぶす。はい、そしたらこんな感じで、じゃーん、どうですか。すごくバランスが良くてパックリ割れもなく自然に馴染んでいい感じになりましたね。
もうゴムの上をすぐ斜め45度に穴開けて、ギリギリの指2本入るぐらいの穴の太さで開けてくるりんぱするだけでもうバッチリです。絶対にパックリ割れません。ぜひ覚えて皆さんやってみてください。ちなみにこれはローポニーでもハーフアップの時でも同じです。応用して使ってみてください。はい、以上がヘアアレンジの NG 例と正しいやり方の紹介でした。どうですか、今日紹介した NG 例当てはまってなかったですか？今までヘアアレンジがうまくできなかったって方や、ヘアアレンジ苦手って方、今日紹介したこちらポイントを押さえれば必ず可愛いヘアアレンジ作ることができるので、ぜひ参考にしてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。